はい、皆さんこんにちは、ホダです。今回のですね、海外の面白いツールについてご紹介していきたいと思います。で、今回ご紹介するのが、ワードプレスのプラグインになります。で、今回はこのファイルバードというワードプレスの、まあ、ちょっと面白いプラグインについてご紹介をしたいなと思います。はい。で、まあ、簡単にですね、まあ、このプラグインどういうプラグインかと言いますと、まあ、ワードプレスのメディアライブラリですね。まあ、こういった形で通常見えてると思うんですけども、このメディアライブラリをなんとこういった形で、まあ、ファイル形式ですね。ファイルのフォルダ階層形式で表示することができる便利なツールというものになっています。で、一応まあ無料から使えるプラグインになりまして、まあ、こういった形でファイル形式にすることによって、膨大かつ、まあ、そのちょっと乱雑になりがちな、このワードプレスのメディアファイルを簡単に整理することができるプラグインというふうになっています。で、今回はですね、まあ、僕はこの有料プラグイン持ってますので、まあ、無料プランの比較だったりとか、実際に有料プランだとここまでできますよというところとか、まあ、このプラグインを使っての活用方法などについてご紹介していきたいと思います。今回の動画はこのような形で進めていきたいと思いますので、また気になるところがありましたら、まあ、ジャンプしていただいて、そこからご視聴いただければと思います。はい、そうしましたら、まずインストールする前に簡単にこのファイルバードのプラグインの特徴についてご紹介したいと思います。で、まあ、冒頭でもご紹介したんですが、まず無料プランがあるプラグインという形になりますので、まあ、今回の動画見ていただきまして、まあ、面白いプラグインだなと思いましたら、まずインストールいただいて、まあ、ちょっとテストをいただくのがいいかなと思います。で、主な機能としましては、先ほど映像でさらっとご紹介した通り、まずフォルダ機能ということで、まずはこのシンプルなメディアライブラリですね。まあ、ワードプレスのメディアライブラリを、まあ、こういった形で、まあ、フォルダ形式で表示することができるという形になります。で、それによって、まあ、画像の管理とかファイルの管理とかを行うことができるようになる、まあ、とても便利な機能という形になります。で、まあ、フォルダ機能ありますし、もちろんファイルを検索する機能もあります。あとはこのフォルダに色をつけたりとかすることもできるというふうになっています。あとはギャラリー機能ということで、この画像をフォルダごとに分けて、そのフォルダを投稿に埋め込んでもそのままギャラリー表示することができるという機能もあります。あとは各ページビルダーとの互換性があるということで、まあ、もちろんエレメンターとも互換がありますし、その他にもですね、実はワードプレスたくさんのページビルダーというのがあるんですけども、そことスムーズに連携することができます。一応エレメンターの無料プランであれば、このファイルバードの無料プランでも使えますが、他のページビルダーと連携するには有料プランが必要になるという形になります。その他にもですね、便利な機能たくさんありますので、実際に使っていく中でご紹介していきたいと思います。はい、それではまずインストール方法についてご紹介したいと思います。もしですね、まず無料版を利用されたいという方は、このプラグインですね、プラグイン追加の場所に行っていただきまして、ここでファイルバードと検索いただくと、こちらに出てきます。で、これを今すぐインストールクリックすることによって、無料版を簡単にインストールすることが可能というふうになっています。で、一応、有料版の方はですね、こちらの、まあ、僕がよく使っているコードキャニオンの方に販売されていまして、39ドルのもう一括買い切りで使うことができます。で、また無料プランと有料プランの違いにつきましては、動画の後半でご紹介したいと思いますが、まあ、基本的に無料プランでも全然使うことができるので、まあ、無料でもいいかなと思います。もしそれ以上の機能が欲しい場合は、この有料プランですね。まあ、一回買い切りで、まあ、使うことができますので、こちらを買っていただくことによって、さらに便利なフォルダ管理とかを行うことができるというふうになります。はい、インストールの方法ですが、もし購入が完了しましたら、こちらのプラグインを追加ですね。で、この手動で追加するところがありまして、ここでファイルを選択いただいて、今すぐインストールをクリックすることで簡単に有効化することができるというふうになります。次はですね、実際にこのファイルバードの使い方や管理画面の見え方についてご紹介したいと思います。はい、それでですね、ファイルバードの使い方についてご紹介したいと思います。まあ、無料版でも有料版でもどちらでも大丈夫ですが、まずプラグインを有効化した後に、このメディアライブラリのページに進みますと、なんとここにですね、この左側にこういった形でファイルバードの管理画面が追加されているという形になります。で、ちょっとこの今テストサイト僕のである程度いじったものになっていますが、もし皆さん初めて使われる方は、ここのフォルダというのは存在しないと思います。で、まず基本的な使い方としまして、もう本当にパソコンのファイル管理の、フォルダ管理のような形で使うことができるようになっています。まずニューフォルダーということで、例えばですが、ここに北欧の部屋というフォルダを作ります。これ全然日本語でも大丈夫です。で、そうしまして、ここにですね、まあ、オールファイルということで、まあ、全てのファイル今並んでたりします。で、このアンカテゴライズというのは、ここのどのフォルダにも属していないファイルというのが残っています。で、例えばこのファイルをここに追加したいという場合ですと、これ掴んでいただいて、もうそのままドラッグドロップで移動すると、この北欧の部屋というところに今こちらの画像が移動したというような形になっています。はい。で、あとはですね、まあ、複数選択というのも可能ですので、この一括選択をクリックして、では例えばこれを選択して、あとはシフトキーを押しながら、こういった形で、まあ、本当にパソコンのような形で複数選択が可能というふうになっています。で、あとまたこれを掴んでいただいて、この北欧の部屋というところに投げていただくと、もうこういった形で簡単にファイルを管理することができます。で、階層式にフォルダを作ることもできますので、この北欧の部屋というのを選択して、右クリックするか、このニューフォルダをクリック
ックすると、こういう形で下の階層も作成することができます。で、ちょっとこのテスト2という形でタイトルをつけて保存しておきます。で、そうしまして、例えばもう一回このカテゴリーどこにも属してないものを選びまして、例えばこの2つを選択してみます。で、これをテスト2に投げ込むと、ここに入ったというような形になりまして、まあ、基本的にまずこういった操作で、この各フォルダを作ることができて、そこで画像やファイルを管理することができるという仕組みになっています。で、この左のバーに関しましては、こういった形で掴んでいただいて、サイズを変更することも可能です。もしこの階層が多くなったりとか、このフォルダ名が長くなってしまった場合は、ここを掴んで、まあ、簡単にいつでもレイアウトの調整が可能というふうになっています。あと、この各項目につきまして、例えばですが、この今、フォルダの並びとかもですね、このソートというのがありますので、でこのソートで名前順に変更することもできますし、あと、カウントとか、いろんな形で、もちろん並び替えですね、ソーティングをすることができるというふうにもなっています。で、あと便利な機能としましては、このフォルダに直接画像をアップロードすることも可能というふうになっています。で、どういうことかと言いますと、基本的にこのワードプレスのメディアライブラリにアップロードした状態ですと、普通ですとこういったもう全体のファイルの中に画像とかファイルをアップロードする形になりますが、ここで例えばですね、すでに例えば人の顔というフォルダを選択しておきます。で、ここに例えばですが、ちょっと画像ファイルを投げてみたいと思います。はい、ここにですが、今ちょっと一つ画像ファイルを掴んでアップロードを行いました。で、そうすると、こういった形で、今もこの人の顔というフォルダの中に、この画像を入れることができました。で、この画像をクリックして確認すると、ここのですね、各画像のこのファイルバードフォルダーが、画像に限らず全てのファイルですけども、こういった形で、ファイルバードフォルダーという新しいこの項目が追加されています。で、ここをクリックして変更することもできますし、ここを確認して、今この人の顔というフォルダに入っているというのを確認することができます。で、もちろんですね、これ選んでいただいて、これを例えばテスト2というふうにしていただくと、これがテスト2のここに移動したというふうに、ここからでも各属するフォルダを変更することもできるという形になってます。で、あとはですね、どういうことができるかと言いますと、例えばこのお部屋というのを右クリックすると、チェンジカラーというものがありまして、こういった形で色ごとに、視覚的にですね、こう分かりやすく分けておくことも可能というふうになっています。で、ここの3点リードですね、この点々点をクリックいただくと、バルクセレクトということで、このフォルダを選択、フォルダ自体を選択することもできます。で、もちろんこのフォルダ自体を、こういった形で並び替えることもできるというふうになっています。で、あとセッティングで何ができるかと言いますと、このテーマというのを変えることができまして、こういった形で、今回のこのファイルバードのデザインにすることもできますし、先ほどのような形でちょっと Windows に近いような形にもできますし、あとは Dropbox に近いデザインも選択することができるというふうになっています。これは本当に皆さんの好みによると思いますが、こういった形でデザインの変更もできるというふうになっています。あとはここでパンクズリストですね。ここのパンクズリストを表示するかどうかとかも変更することが可能というふうになっていると。で、また便利な機能としまして、例えばこういった形で、じゃあ今このモダンな部屋ということで、ここに画像がたくさん並んでますが、この画像を一括でダウンロードしたいという時があると思います。で、結構デフォルトのメディアライブラリですと結構めんどくさかったりするんですけども、この場合ですと右クリックをするともうダウンロードというボタンがありまして、で、こちらクリックすると簡単にダウンロードが開きまして、この圧縮された ZIP ファイル形式で今の画像とか、画像に限らずフォルダですね、画像に限らずフォルダに入っていたコンテンツをすべてダウンロードすることができるという機能になっています。これかなり便利だと思います。で、またですね、このプラグインの、メリットとしまして、こういった形で、じゃあ、フォルダをですね、こういった形で、いろいろと移動させることができるんですが、フォルダを移動させたとしても、このファイルのパスの形式は変わりませんので、このフォルダを動かしたからといって、もともと、ウェブサイトで表示していた画像がリンク下痢になるとか、そういうことがないということになりますので、もうどんどんわかりやすく、この皆さんの方でフォルダを作って、ファイルの管理ができるという仕組みになっています。はい、次にですね、じゃあ投稿ページとか固定ページでどういうことができるかというのをご紹介したいと思います。で、もちろん画像ですね、画像を簡単に表示することができます。で、ここでスラッシュイメージで画像を追加してもいいですし、もちろんこのビルダーを使っていますが、ここで画像を選択しても大丈夫です。で、画像を選択して、ここでメディアライブラリを選択すると、もうここがですね、先ほどのファイルバードの同じインターフェースになっていますので、ここで簡単に画像を検索することができます。画像を選択して、あとは、サイズですね、いろいろあると思いますが、選択することによって簡単に追加ができるという仕組みになっています。これかなり便利な機能です。で、もう一つ便利な機能がありまして、このギャラリー機能をつけることができます。で、結構ですね、ギャラリー機能ができるプラグイン、無料プラグインたくさんあると思うんですが、もしかしたらこのファイルバードだけで一元化できるかもしれません。で、ここでファイルバードですね、スラッシュファイルバードを選んでいただくと、このファイルバードギャラリーというものがあります。で、ここで右側でセッティングしてくださいというものがありまして、ここでフォルダを選択します。じゃあ、どのフォルダの
画像一覧をギャラリー化しますかというものがありますので、例えばですがこのお部屋というのを選択します。でそうするとこれちょっと分かりづらいですが、ここから下ですね、ここのアーというところから下のところが今お部屋というフォルダに入っていた画像がすべてギャラリー化されているという形です。で、まあ、ここでカラムを変更することもできます。例えば2列とか3列とかもできますし、あとはレイアウトに関しましてもこういうマシナリースタイルとか、あとグリッドスタイルで選ぶこともできるというふうになっています。あとはですね、まあ、他のギャラリープラグインともほとんど同じですが、まあ、クリックしたときにどうしますかとかで、まあ、リンクファイル、ファイルに飛ばすかとか、何もしないとか、とかあと並び順はどうしますとか、あとライトボックスを有効にしますとか決めることができるという仕組みになっています。でちょっと公開で試しに見てみたいと思いますが、こちら今選択をしてプレビューを見てみますが、まあ、こういった形で簡単にギャラリーを作ることができるというふうになっています。でもちろんこの画像のサイズが異なっていても、マシナリースタイルとかありますので、まあ、いい感じにサイズを整えてくれるという仕組みになります。はい、まあ、結構ブログでですね、ギャラリーとか使う方もいらっしゃると思うので、まあ、ここでもうあらかじめフォルダにまとめておけば、まあ、わざわざそういう別のプラグインとかを使わなくてもファイルバードで簡単にこのギャラリーを作ることができるというのは一つメリットかなと思います。であともちろんエレメンターなど のページビルダーにももちろん対応していますので、例えばこの画像のブロックを追加してこの画像の選択をクリックすると、もちろんですねここにもファイルバードのインターフェースが表示されていますので、ここから画像を選んで、ここから簡単に画像を選んで適用することができるという仕組みになっています。はい、次にファイルバードでできる設定についてご紹介したいと思います。まあ、セッティングはですね、先ほどのメディアライブラリーからできることとほとんど同じなのですが、まあ、こういった形で設定があるというようになっています。ちょっとわかりやすいように日本語にしておきますが、まずまあパンクリズリストを表示しますかとか、あとはそれぞれのユーザーで、まあ、各ユーザーですね、このワードプレスのユーザーアカウントを複数作ったときに、それぞれのユーザーの独自フォルダを作ることもできるという機能もあります。で、あと先ほどのような形でテーマ のスタイルを変えることもできますし、あとはこれちょっと面白い機能なんですけども、ファイルバードを画像メディアライブラリ以外でも各投稿タイプでも使うことができるという仕組みになっています。でこれちょっと例えばですが、投稿でオンにしていますが、ここでちょっと投稿を確認してみますと、なんとですねこの投稿ページに対してもこのファイルバードでフォルダ管理ができるようになるという形です。でもちろんこのカテゴリーというものももちろんワードプレスの存在しているので、まあ、特に別にこう使う必要はないかなとも思うんですけども、まあ、もしカテゴリーとは別でもうちょっとこう視覚化といいますか、もうちょっとこのフォルダ分けをして分かりやすくしたいときは、このファイルバードを有効にしておくことによって、まあ、各例えばワードプレスの記事だったらこれですよとか、マーケティングの記事だったらこれですよというふうに分けることが可能というふうになっています。で例えばですがこのカテゴライズされてない記事、まあ、オールポストでもいいですがオールポストを選んでいただいて、もうそのまま掴むことが可能です。で掴んでこのワードプレスに入れると今の記事がこのワードプレスに入ったという形になります。例えばじゃあこのブログ記事5というのをマーケティング記事に入れると、ブログ記事5がマーケティング記事のフォルダに入っているというような形で、画像とかファイル以外にもこういった形でカテゴライズすることが可能になっているというのが一つ特徴になっています。はい、最後にですが、このファイルバードの有料版と無料版の違いについて簡単にご紹介したいと思います。まあ、基本的にまあ僕のまあ意見からしました。別に全然無料版でも大丈夫です。無料版でも全然活用することができます。で、まあ、有料版でまあいくつか違いがありまして、まあ、公式サイトでもこういった形でまあ無料版、フリー版とプロ版の比較がされているというようになっています。で、まあ、わかりやすくちょっと要点だけまとめますと、まあ、主な違いはこういった形になるかなと思います。で、まあ、無料版でできないことと有料版でできること。で、あとこの下の方は大体どちらも共通でできると。いう仕組みになっています。で、無料版でできないのがこのフォルダテーマですね。フォルダのテーマ、先ほどみたいに Windows とか Dropbox とかのテーマを変えることとか、あと各フォルダに色をつけたりすることができないというものになっています。あとはフォルダごとにまとめてもうデータを ZIP 形式でファイルをダウンロードすることも無料版ではできないというようになっています。で、あと並び替えに関しても無料版でできないですし、あと主要ページビルダーのサポートということで、一応エレメンターの無料版であればこのファイルバードの無料版でも使うことができるんですけども、例えばエレメンターのプロ版とか、あとは他の、まあ、別のタイプのワードプレスのページビルダーを使うときは有料版じゃないとこのファイルバードは対応してないという形になります。まあ、なのでですね、まあ、本当にブログを書くだけとか、まあ、エレメンターの無料版を使っているという方であれば、全然無料版でも問題なく使うことができるという形になっています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワードプレスのプラグインであるファイルバードという海外のプラグインについてご紹介をさせていただきました。まあ、何もしない状態です
と、まあ、本当にメディアライブラリ結構乱雑してしまうと思うんですが、このファイルバードを使うことによってファイルの整理が簡単になるという仕組みになっています。で、まあ、実際の僕のクライアントさんでも結構利用されているワードプレス利用者の方で結構このファイルバード利用されている方いらっしゃいますので、まあ、皆さんもですね、もしこのよく使う画像とかがあったりとか、よく過去の画像から引っ張ってきてブログを投稿したりとか、まあ、するというケースが多い場合は、まあ、ぜひですね、入れてみて損はないかなと思います。で、まあ、プラグインはですね、まあ、入れすぎるとワードプレス重くなるということも多々あるんですけども、まあ、今回のこのファイルバードに関しましては、まあ、そこまで重たいプラグインではありませんので、まあ、これを入れたからといってこのワードプレスのサイトがめちゃめちゃ重たくなるとかめちゃめちゃ遅くなるという事例はあまり聞いてないので、まあ、そこはあまり気にせず入れることができるかなと思います。で、まあ、一応ですね、無料版から始めることができまして、まあ、もしもっと使いたいというか、まあ、もっと高度な管理をしたいという方は有料版もありますので、僕の紹介リンク見ていただければと思います。また引き続きですね、ワードプレスの面白いプラグインとかテーマとか使い方に関してもご紹介していきたいと思いますので、まあ、ぜひチャンネル登録や高評価いただけますと幸いです。